いいね。これが図書館に飾ってあるということで。いい話これ。いいね。いいね。ちょっとなんか。でも戸塚さんと一緒じゃないですか、ラブレーター書いてるから。そうですね。僕も結構泉ちゃんをずっと見ていたいし、みたいな。一緒にいたいし、みたいな。泉ちゃんに。書いてないけど、そんなことは。書いてないけど。小学生ながら。でもなんか大人のラブレーターって感じしない？ああ、そうだね。なんかちょっとアダルトな感じ？アダルトな感じ。なんか大人っぽい。けどなんかこう、ういういしい感じもするじゃん。言ってることはもう超シンプルみたいな。けどなんかどこかちょっと大人っぽくも感じるしみたいな。なんか素敵ですねこれね。すごいな。でもこれもらったパッドライオンさんはもう嬉しいだろうね。嬉しいっすよね。でも結婚してまあスキャンダルがあったその夫、ね、ニクソン大統領ですね、元大統領を支え続けたと、はい、支え続けた。いい奥さんですねこれ。またこのラブレターがあってからこそこうなんか支えていけたのかなみたいなのもちょっとあるかもしれないですね。そうですね。やっぱ手紙ってやっぱ残るじゃないですか。そうだね。はい。言葉でね言うよりかはもしかしたら手紙でいただいた方が形に残って、しかも何回もね読めるっていうかさ、こう開いて見ることができたりやっぱ今はメールじゃないですか。そうだね。今の時代は。そうだね。だからメールってまあ残るものですけど、なんかちょっとやっぱなんだろうな、あったかみがない。あ、そういうちょっと違うんですけど、やっぱだだちょっとでもやっぱ直筆でちゃんと自分の手で書いた方が、そうだね、なんか大切にしようのかな。うん、いい話でしたね。ちょっといい話ですね。珍しく珍しくほっこりとしました。もうくだらないニュースばっかりだけど。